こんにちは、千の原市の松井です。今日は6月の19日火曜日です。1日を通して雨が降るということで、結構な雨量が見込まれています。で、こんな日はですね、直売所もですね、足元がぬかるみますので、事前にインスタでですね、今日は直売所休ませていただきますという告知を出しております。そんなわけで、まあこういう雨の日は実は貴重で、当然ですね、私たちが育てている、洋梨とか、そういった植物、果物にですね、水が、まあ、水やりの代わりになって、とても楽になって嬉しいんですけれども、まあ、こういう日は朝からですね、溜まった書類をこなしたり、で、終わったらですね、まあ、圃場の方、午前中行きまして、マンゴーはいくつか網の中に落ちてましたので、収穫をしたり、明日発送する段取りをですね、つけたり、そんなことをしてました。で、話戻りますけれども、私たちは千葉市、まあ千葉県千葉市でですね、マンゴー、ライチ、洋梨を育てている農業法人です。で、この動画は一般の方々がライチの苗木を買って、一般の資材でその育てるということを、まあご紹介しているシリーズ動画になります。私もですね、同じように苗木をですね、まあ一本今自宅の庭で育てています。で、資材も一般のものを使っています。ということで、まあ前回の動画からですね、もう3週間ぐらい空いてるのかなと思うんですけれども、今日は6月、まあ19日ということで、6月の下旬にかけて、また7月のですね、半ばぐらいまでの、まあ作業とかですね、今私のライチどうなってるのかっていうのを見ていきたいと思います。まあ、外はですね、雨なので、通常庭に置いてるライチをですね、先ほど雨の中、持ってこの2階のですね、部屋に持ってきて、まあ、隣のバルコニーというかベランダに出してますので、それを見ていきたいと思います。それでは見ていきましょう。はい、それでは見ていきます。じゃじゃんっていうことで。はい。とですね、前回動画で撮った時は、確かですね、ライチ、新芽が少し出てるくらいだったんですけれども、もうですね、新しい葉っぱ、随分出てきて、まあ、よく育ってるんじゃないかなと思います。鉢の、まあ、ここら辺の雑草はまだ忙しくて、取る暇もなかったんで、後で、取るんですけれども、まあ、今ちょっと簡易的なですね、メジャー持ってきましたので、ちょっと全長がですね、全長が、まあ、鉢の底面から90センチぐらい、90センチ少しですね。で、こちらはもっと低いんじゃないかなと思います。ただですね、枝もまあ、土の面から15センチぐらい上がって、3本、まあ3本仕立てっていうと変なんですけども、3本に分かれていて、それぞれ新しい新梢が出ているので、まあいい形なんじゃないかなと思います。今ですね、私下から、まあ外からですね、ベランダに持ってきたように、やっぱり家で育てるっていう時には、この持ち運びできる鉢の特性を生かしてですね、やっぱり場所をですね、臨機応変に移動できるっていうことが一番重要だと思ってます。ですから私はですね、これまあ鉢の何号サイズっていうのはわからないんですけども、下から上まで約30センチ、28センチぐらいで、で、鉢のですね、鉢の直径はですね、ちょっと待ってください。まあ、鉢の直径は25センチぐらい、内径が20センチぐらいの鉢を使っています。はい。で、私、前回の動画でですね、化成肥料を与えるっていう話をしてたんですけれども、あまりにもですね、もうこの1ヶ月が忙しくて、何にも手をつけてません。ですから、まあ、
元々のですね、ホームセンターで買った土と最初に、まあ、元肥を入れたものだけで、これだけ育っているという感じになってます。そうですね、今日はもう雨が降るっていうことは分かっていたので、水やりは昨日はしませんでした。はい。まあ、このままちょっと話をしたいなと思ってるんですけれども、直売所でですね、苗木を買っていただけるお客様によく聞かれることとしては、水やりをどうすればいいんですかっていう質問がこの時期多いです。で、水やりは基本的に、毎日、まあ、表面が乾いたらするっていうのが基本なんですけれども、まあ、毎日ですね、水をあげていただきたいと思います。で、今日みたいな雨降りの日には当然水やりをする必要はないんですけれども、まあこれからですね、今日一日雨ですけど、明日は、まあ千葉市でも29度とかっていう予報が出てますので、なるべくですね、しっかりと水をやりをやってください。で、まあ前回言って実行してないんですけれども、今一番新生が伸びる時期なので、まあ、何かしらの追肥をですね、していただいても全然問題ないと思います。で、よく見るとですね、虫とかついてないんですよね。大地って意外とですね、天敵というか、その害虫が少ない。ただ、この時期、やっぱり新しいですね、葉っぱとか芽に対しては、カメムシとかコガネムシなどがつく恐れがありますので、そういった害虫に対しての対策はしなきゃいけないなと思っています。はい。で、この先ですね、水やり、7月中旬ぐらいまでに向けて、まあ、水やりをしていけばいいな、それぐらいしかやることはないです。まあ、日の当たるところにですね、置いていただければ、まあ、ライチ自動的に育つんじゃないかなと思います。まあ、放っておいたにもかかわらずですね、割といい感じに葉っぱが出てきましたので、まあ、ちょっと期待したいなというか、うまく育ったら圃場に持ってきたいなっていうぐらいしっかり育ってます。で、今年育った新しい枝からですね、来年花芽がつく、まあ、結果星になるということですので、まあ、この木ですと新しい新生は、まあ、6本か7本出てるのかなと思います。ただ、実をつかせるかはまた別問題なので、まあ、おいおいですね。それは説明していきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。3週間前のですね、ライチと全然見比べて様子が変わってきたと思いました。新しいですね、新生が伸びて、若々しくてですね、この葉っぱを虫に食べられないようにしなきゃいけないなっていう感じです。で、ここでですね、まあ、肥料を追加して、追肥などを行えばですね、より成長が見込まれるんではないかと思います。そういった意味ではですね、まあ、有機系のものもいいんですけれども、まあ、もう来月入りますので、まあ、7、8伸びるとしたら、割と早く効く肥料を入れるのが、まあ、おすすめです。今後ですね、気をつけることは、まあ、ライチに関しては特にないのかなと。果実もついてませんし、剪定に関してはですね、7月の、まあ、後半行えばいいのかなと。ただし、1年目、2年目の苗木は実がついてませんので、まあ、そういった意味ではですね、剪定をやらなきゃいけないということはないと思います。はい。私たちもですね、もう本当にライチの収穫シーズンは終わってきてまして、で、今、南側のですね、ライチはもう寂しい状態で、北側のですね、ハウスの北側のライチの、まあ、木がですね、残ってる状況になってます。その代わり、マンゴーがですね、たくさん落ちてきて、まあ、私も今年初めて食べるマンゴーとか、いろいろあって、というところなんですけれども、まあ、マンゴーの話は置いといて、ライチについてもですね、新しい品種などもですね、まあ、やってるというか、もともとあったものが、まあ、初めて収穫できて、
これ何の品種かななんて思ったりも新しい発見があるんですけれども、まあもう頭の中ではですね、今年ではなくて来年どうするかっていうのを考えている状況です。まあしかしですね、家で育てるライチに関しては、これから、まあ6月下旬、7月、8月、まだまだ大きくなるチャンスですので、まあしっかり水やりをやってですね、まあこのボーナスタイムにしっかりと新生、結果干しを育てて、エネルギー貯めて、秋を迎えて、冬に花芽をつけるという段階まで持っていけたらと思います。それではですね、まあ今日は話が長くなってしまったんですけれども、今日はここまでにしたいと思います。こんな雨の日もですね、貴重な一日です。ですから私たちもですね、そういった時は、やることを、雨の日にしかできないことをやって、まあ来地にはですね、雨を受けてもらって、で、ゆっくり休んでもらって、また明日から、暑い明日から、成長してもらいたいと思います。ということで、動画を見てくださいまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。